高原です、イエーイ、ということでですねやってまいりました、てんてんそうさんお楽しみボックス8月号、うわーやったぜ、待ってたはい、ということで、こちらをご紹介していきたいと思います。もうおなじみになってまいりましたてんてんストアさんの8月号の、お楽しみボックスでございますね。こちらちょっとご紹介したいと思うんですけれども、こちらはですね、毎月何が届くかお楽しみいただける、何が届くか本当にわからない、本当にわからない、本気でわからない。前回ね、SAO ソートアートオンラインの噛んだソートアートオンダイもうダメSAO のキリト君のフィギュアが届いて、ちょっとねもうずっとテンション上がってお家帰って今 ねついさっきまでそこにあったんですけど、今日収録するっていうんで片付けるときにそっとねちょっとしまってしまったんですが、本当にねもうねクオリティの高いキリト君が届くような、何が届くかわからないお楽しみボックスになっております。でこちらがですね、アニメ好きな方へのキャラクターボックスな、キャラクターグッズのボックスになっておりまして、あと他にはね、ディズニーも来てたし、おそ松さんも来てたし、コナンも来てたし、さくらも、カードキャプターさくらも届いてますね。なので今月も何が届くかお楽しみになっているんですけれども、毎月本当に異なる商品が届くので、何が届くかお楽しみっていう、もうまさにその名の通りのお楽しみボックスでございます。でこちらですね、後ほど紹介していきたいと思うんですけれども、今月8月号で見て、こうでっかいの、普通に段ボール1個どうなの、これでぎっしり詰まって、3000円でございます。こちらが例えば楽天さんでしたりとか、ヤフーショッピングさんとかでですね、てんてんストア、てんが天気予報とかね、お空のてんの、てんが2回のてんてんにカタカナでストアと検索していただくとページが出てくる、そうです、そうです、ページが出てきます。この前検索したら出てきました、はい。でそちらのアニメお楽しみボックスクリックしていただければと、そういうことなので、8月早速開けていきたいと思います。まずは箱からわーって出して、あとは開封していく動画をもう2種類また作っていきたいと思います。今日はですね、なんと私一人で紹介する形になるので、アンナちゃんがいなくてですね、私どこまで拾えるのかわからなくって、すごく心細いので、教えて Google 先生で頑張っていきたいと思います。携帯買いました、はいということなので、早速じゃあ行っていきたいと思います。うえーい、まずね紙が出てきた、あ、ヒロアカある、今回、あ、美女と野獣じゃん、すごいじゃん、え、すごいすごい、あ、待ってコナンがあるな。こういう感じでですね、何が届くかすごいダイジェストで書いてくれている、ナルトだって、え、すごいだそうです。ちょっと見ていきますね。ということでですね、まずは段ボールが入っておりまして、もうね、え、待って、スプラトゥーン、イカだ、え、これそうですよね、スプラトゥーンだよね、イカ、ネオンピンク、うん、スプラトゥーンだ、すごい。この前ね、なんか知り合いの人にスプラトゥーンほんのちょっとだけやらせてもらって、ゲームが全然わからなさすぎて全くできなかったんですけどえ、かわいい、かわいいスプラトゥーンがありました。そしてですね、ちょっと届けましょうね。で、あ、おミリオンズ、かわいい、ミニーズミリオン、え、めっちゃかわいい、超ちっちゃい、フィギュアかな、これフィギュアでいいのかな、そうですよね、あ、下なんか入ってる、なんか入ってる、見て、ほら、この見えるかな、この豚さんの奥、なんか入ってるよね、後で開けましょう。お菓子かな、え、お菓子入ってるの、やった、はい。ということで続きましてこちらスヌーピー、かわいい、これね、スヌーピーのグラス、こんなに曲げても割れない、曲がるの、ああ、そういうことね、こんなにへしゃげても割れない、腕が痛い、はい、スヌーピーのグラスでございます。かわいい、これ使いたい。これさ、ちょっと出しちゃうね、もう。こういう
感じなのだそうです。すごいおしゃれ。これ氷入れて私はウイスキー飲みたいですね。はい、ということでお酒ばっかり知ってる。じゃあ次いきます。これガシャガシャですね。ガシャポン開かない。サンジさんが中に入ってるので、こうサンジがねこう中に、あ、いるね。これサンジさんでね入ってるので後ほど救出したいと思います。はい、で次はこれがワンピースフリフリマスコット奥越えルーキー編、体がゆらゆら揺れるよ、こういうことか。え、めっちゃ可愛いけどごめんなさい、これワンピースどなただろう、後でちょっとググってみたいと思います。この方ですね。ワンピースわかんねえな。はい、あ、アンナちゃん、アンナちゃん教えて、アンナちゃんに聞こう。はい、当たりました。じゃあ次、当たりました、うん、次これは配給のトモヌイボリューム1全4種類の中のお一つでございます。あ、近い。はい、こちらでございます。あとではちょっとごめんなさい、本当にググりますね配給でございました。そしていやもうね、本当アニメのレポ、おーびっくりした、レパートリーが私少なすぎてマジでごめんなさい。目立てコナン、イエーイ、横向き。これなん、え、これ何、開くの、開かない、開かないね。これなんだろう、ラバーリールキービエオー、すげー。はい、こういうのが当たりました。え、かわいい。はい、ということでですね、リールが伸びてとっても便利。え、使うかな。よし、続きまして、あ、出た、見て、ヒロアカのポスポス、コナンでいうところのポスポスコレクションですね。キャラボスコレクション、あ、普通になんかでもみんな仲間でしたね。ほら、後ほど開けていきたいと思います。誰が当たるんだろう。わー、え、めっちゃいいじゃん。私この人が出てきた時点でちょっと見るのはやめてしまった。開けたいと思います。で、次が見て、進撃の巨人。そう、毎回ね進撃の巨人も入ってるの。え、見て、ピタムク、顔が変わるの、これ顔が変わるんだ、顔変わるんだって。なんか誰入ってるんでしょうね、これぜひ。兵長がいる、兵長がいるよ、兵長当てていきたい。さあ続きまして、もう一回ヒロアカのこれは、アクリルバッチコレクションでございます。これも後ほど開けていきますね。開封が結構あるね。まあね、まあ可愛い。てってれー、おまけ、すごい、額におまけって書いてある嘘です、もう信じられます、これこんなに可愛いものがおまけですよ。もうね、おまけのクオリティが高すぎて、おまけとはみたいになってくる。はい、ということでこちら妖怪ウォッチのこれジバニャンで合ってるよね、ですね。はい、かわいいな、ジバニャン。よい、あ、もうね、うん、もうナルトさん出そう。この方です、ドーン。フィギュアこれだったんですね。カカシさん、あれも後ほどじゃあ開けていきたいと思います。すごくない、今ね私こっちを見せてるんですけど、今私が見ている目ね、カカシ先生とねすごいね目が合っている、こんな感じ。さっきこれと三つ目合ってた。これも後ほどじゃあ開けていきたいと思います。そしてさっきにあったねディズニーのやつなんですけれども、これねすごい綺麗、本当にアンナちゃん、マジアンナちゃん、見てこれ、アンナちゃんすごいよ、見てこれ、私でもわかる、めちゃくちゃ可愛い、これが可愛いと思う感覚私もわかる、すごい可愛い。これ後ほどこれも開けていきたいと思います。合ってるよね、美女と野獣のベルでしょ、めっちゃ可愛いんだけど、え、めっちゃ可愛い、すごいいいな、いいな。はい、ということでこれも後ほど開けて、開封がすごいですね。あ、え、大きい大きい、
ちゃんと全部映る。スヌーピーのバッグ、やばー、すごい、バッグ、これ私前回欲しかった。なんか欲しいものとか大体アナちゃん家で撮影した日はですね、私持って帰るんですけれども、いつも紙袋をいただいて持って帰ってたけど、前回これあったらこの中にキルト君入れて持って帰ったすごい、大きいバッグだ、いいの、やった、これちょっと私普通に使おう。ということで一番最後じゃなかった、待って好きなのあった。はい、まずこちらですね、ヒロアカのミニ色紙コレクション、はい、こちらも後ほど開けていきたいと思います。そして私ディズニーほんとこれ好きなの、ほんとこれ好きなの、予約特典なんだって。予約ありがとなっていうことで、ダイカットキーホルダー、ジュディーだよ、ズートピアだよ、Don't even、 めっちゃ可愛い、可愛くないですか、ね、何が一番ねちょっと面白いってね、この私ニックと、ニックこっちだ、ニックとジュディめっちゃ好きなんですけども、ニックの顔がチョッパーになっているっていうねありがとうございます、やった、これちょっと私欲しいので、なんかちょっとアネちゃんの了承ないけどもらおうはい、ということで今回8月に入ってたものがこんだけいっぱいですね、ありました。カカシさんのフィギュアとベル、これからジバニャンと、これニクジュディのジュディのキーホルダー、それから色紙、これも後ほど開けていきます。でこちらがヒロアカと進撃の巨人で、これもヒロアカのポスターですねでございます。あと、この、捕まってるサンジさん、後ほど解放したいと思います。と、グラス、スヌーピーのね、グラスと大きなバッグ、それから、配給のぬいぐるみとですね、コナンのキーホルダー、それから、ワンピース、今回少なめだ、思ったより。はい、ワンピースでございます。それからですね、ミニオン、割となんかあれかな、言葉出てこなかったからいいやそしてスプラトゥーンでございました。で次回この辺りですね、ここに今映ってるこの辺りを開封していきたいと思いますので、ぜひ見ていただけたらと思います。分かんなかったものググります。ということで高原でした。最後までご視聴ありがとうございました。いただいているコメントなどすべて読ませていただいております。これからも励みにしたいと思いますので、どしどしコメントいただけたらと思います。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではでは、また今後もご視聴お願いいたします。たからでした。